世界の空港・航空の格付け調査を行い、イギリスに本拠地を置くスカイトラックスが発表した世界ベスト空港2019では、総合1位にはシンガポール・チャンギ国際空港が選ばれました。日本勢は2位に羽田空港、6位に中部国際空港がそれぞれ前年よりワンランクアップで入り、9位には成田国際空港が入り、トップ10に3空港がランクインとなりました。規模別では日本勢が1位を奪取、旅客数7000万人超のランキングで羽田空港、2000万から3000万人では関西国際空港、1000万人から2000万人では中部国際空港がそれぞれ1位となりました。4000万から5000万人では成田国際空港が2位となっています。特筆すべきは空港スタッフ部門でトップ10以内に日本の4空港がランクインするという結果です。東京駅まで60キロ以上と立地面ではハンデがあるにもかかわらず、世界最高の空港ランキングでは毎年のようにトップ10入りを果たしている成田空港。清潔さ部門では5位、空港での食事、セキュリティ手続き、荷物取り扱い、出入国審査の4部門では2位、そしてスタッフサービス部門では世界1になっています。世界で最もスタッフサービスがいい空港の順位は以下の通りで、1位成田空港日本千葉、2位インチョン空港韓国ソウル、3位羽田空港日本東京、4位中部国際空港セントレア日本愛知、5位チャンギ空港シンガポール。また荷物取扱い部門の順位は以下の通りになります。1位関西国際空港日本、2位成田空港日本、3位羽田空港日本、4位中部国際空港日本、5位インチョン空港韓国と、日本の空港が上位を占めているようです。今回ご紹介する映像は成田空港で撮影されたもので、途中に乗客の荷物を投げる海外の空港の様子を挟みながら、日本の空港スタッフの仕事ぶりがいかに丁寧で敬意にあふれ、利用者を満足させるものなのかを伝える内容になっています。日本人の仕事に対する誠実さやサービス精神は今も昔も変わらず世界に誇れるもののようで、かの有名な喜劇王チャップリンは戦前、日本人の仕事ぶりに感銘を受け、使用人は全て日本人を採用したというエピソードが残されています。すごいですね。一つの仕事に対して真剣に取り組む姿勢や生き方は日本ならではでしょうね。このような日本人のいい面が海外でも取り上げられることを嬉しく思います。この空港スタッフの映像は再生数が300万回に迫るなど大反響を呼び、数多くの外国人の目には日本特有の特別な光景に映ったようでした。真摯な仕事ぶりを見てたら涙が出てきた。ポーランド、説明を見なくても日本だってわかる光景だよね。イタリア、本当に特別な文化だと思う。絶対に変わってほしくない。どうか外国の文化や価値観で薄められないでください。カナダ、初めて日本に行った人は必ずサービスの質に驚くよね。イギリス、従業員があそこまでプロ意識を持つ国は日本だけだろうね。他の国で見られるとはとても思えない。航空会社勤務、日本人は違う次元の住人だと思えば納得できる。オランダ在住、世界が異常なんじゃない、日本の方が異常なんだ。インド、ヨーロッパでは荷物がちゃんとあれば感謝するべき。ベルギー、私たち夫婦が日本に住むようになって7年目、日本人のプロ意識と最高のカスタマーサービスは本当に素晴らしいものがあると日々感じています。アメリカ、自分が日本に行った時は入国審査に時間がかかっちゃって、荷物を取りに行くのも最後になっちゃったんだけど、俺一人のためにスタッフが待っててくれて感動したよ。
イングランドだったら間違いなく放置だから。イギリス。日本人は思慮深くて思いやりがある人たちだから、そういう国民性が仕事にも現れるのよ。最近のアメリカ人を見てると時々情けなくなる。アメリカ。日本人には失われちゃいけない特別な国民性がたくさんあるよね。他の国が日本のレベルに達するのは難しいと思う。細部を詰めるために時間を取る国民なんて他にいないもん。そういう面は日本人の特徴だと思うし、羨ましくも思う。これからも絶対に変わってほしくないな。オーストラリア。日本には立派な人間を育てる環境があるんだよ。あの国の社会は人に厳格なルールを課すという側面もあるけど、レベルの高い教育システム、礼儀、愛国心が尊敬される人間性を育んでるんだろうと思う。日本人は全ての国の人間にとってインスピレーションになる存在だよ。アメリカ。皆さんからも感想やご意見がいただけると嬉しく思います。また動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお待ちしてます。